今回はネイチャーハイクの折りたたみトレッキングポールを紹介します。カーボン製が欲しくて探していたんですが、日本組ばかりでやっと見つけたのがネイチャーハイクでした。1本売りで3700円でした。サイズも3タイプあって、これは一番短い110センチです。110、120、130の3タイプあります。自分の場合105センチがベストサイズで、上りの時はこの辺を持つような感じになりました。で、こちらも廃盤ですが、エクスペドのトレッキングポール。こちらで言うとこの105センチで調整して使うのが一番調子が良かったです。こんな感じでカーボン仕様です。なかなか綺麗。しっかりと作ってあります。グリップもこんな感じです。その代わり使ってみて欠点があったのが、一度組み立ててみますと、でこちら組み立てるとき、ここを伸ばしてロックする感じです。伸ばしてロックするときにラチェットが出てきます。ラチェット式です。ここでロック。ロック自体はしっかりしてるんですが、音がちょっと鳴ってしまいます。このカタカタ音が若干気になります。ジョイントなどはしっかりしてます。折りたたむときはこのラチェットを外すだけです。折りたたみ完成です。気になる重さは 158g。 今まで使っていたモンベルの4本継ぎ、こちらはアルミ製です。石突きを外すと 173g、 若干軽いです。収納サイズ的には収納サイズは39、そして3本継ぎ、ストラップはもう1枚の薄い感じです。長さ調整もできます。長さ調整できるストラップに先端がこんな感じです。石付きカバーなどはついてないので買ってくる必要があります。普通にアウトドアショップで売ってるものなら付くと思います。見た目も良くてよくできているんですが、さっきのようにここのカタカタ音が若干気になります。今回はネイチャーハイクの折りたたみ式トレッキングポールを紹介しました。3700円です。